前回のトレーニングより強くなったから少し重量を上げることが多いんですが、次の種目が前回より回数が上がらなくなることが多いですと。この場合重量を下げてでも前回と同じ回数をやった方がいいのか、回数を下げてでも前回と同じ重量をやった方がいいのか、いいのでしょうか。これもね、さっきの質問にちょっと被るんだけれども、どっちが正しいということはない。ただ俺が大場さんだったら、重量が上がるようになるんだれば重量を上げていく。で、次の種目が次回よりも、要するに第一種目は強くなって、重さも回数も上がってるんだけども、第二種目が前回より回数が上がらなくなることが多いと。要するに第一種目で出し切ってるから、これはこれでいいわけ。ただ回数が上がらなくなるんだけども、俺は同じ重量でやる。ただこれもしばらくやったら今度また変えていかなくちゃいけないんだけども、まあ俺ここでアドバイスをするとしたら、大場さんにね、これは第一種目で電力を出すというのはこれは正解。で、次の種目は回数が上がらなくなってもいいので、俺は同じ重量でやると。これをやってみてください。